って喋り出すこいつもったいない。MC やめよう。時間が持たないんですよ。脇で終わりすぎて。今でもあれでしょ。もう千賀君分は楽しんだでしょ。あとまた3000払うから。金いっぱい持ってんだから。ちょっと待った。猫屋のマスター、オーナー、オーナー。今俺たちね、この辺猫屋軍団ですけどね。今金持ってんだって聞いただけで、客としてのもう A ダッシュ。もうみんな 見る目変わりましたからね。社長死の子はいいから、はい、ちょっと待ってください。死の子はデコって喋るな。喋るなって人めっちゃ、この人はね、あの45分喋ってろって言われてる人すごくいいでしょ。綺麗綺麗いいですよ。じゃあ脇の手やります。これさ、俺もずっと風邪気味だったんで、ミクシーにつなぐと俺喉悪いんだとか書きそうで禁止してたんですよ。絶対言っちゃいけないじゃん。貫通貫通ない2曲目なんで大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。次はロックというお名前いただけると嬉しいんですけどね。高梨さんが浮気の一つや二つしてません、ね、男として。本当はまだ二回も離婚してんだから。ほらバッチリです。バッチリです。この辺でやはな空気流れましたけどね。二回離婚してるっつってやはな空気をね、この辺で。ですか？ですか？私マービーさんも相当離婚してると思います。この間2回前にこのオレンジサンシャインのライブ見に行ったら男も惚れるようなかっこいい男がいたんで。見えずか。いやそこは話そう。怖いな。毎日シーズンしてこういう人が。そしたらこの人は車で何メーター間違ったら死んでたんだ、マービンさん。この間2ヶ月前ぐらいに。ああ、ちょうどね。そうそうそう。まあそんなことよりもマービンさんの心の傷は、心の傷、マービンさんじゃないよ、高梨さん、離婚します。すべての離婚者に捧げる歌。捧げる。これ今日声調子悪いんで YouTube で確認ということで。 YouTube で確認。いい声だよ。もう持ちません。来月何日でしたっけ。11月13日お待ちしてます。そしたら多分声がねバッチリ出るね。その声ブルース最高だよ。ブルースもやってますんで後でやります。今日はなんかね、ミナノさんからリクエストいただいた。ミナノさんからリクエストいただいた夜明け間近の貫通音。夜明け間近に聞こえる貫通音が聞こえる。皆さん聞いてますよね、貫通音。聞いてるんだ。貫通音ってのは喜びの歌ですからね。その、あとなんだっけ、SOR のあると小田坂あたりでですね、奥さんで、あれ今日あれ最初に歌ってたらカンナちゃんいなくなっちゃった。どこ行ったのか。カンナちゃんだっけ。カンナちゃんちょっと若すぎて。カンナちゃんいる。いるよ。いるいる。カナちゃんと俺たちが一番近いかもしれない。近いかな。感覚として、なんつうんですか。みんなほら間の声が美しすぎて二人ともみんな汚い連中が心が現れちゃって。さっきのレナちゃんのところでみんな心が現れちゃってどうしようと。どうしよう。ここのママも心が現れてましたよ先ほど。又蔵さんがいたらですねもう透明になってたと思います。さっきいない時だけ言うんですけどね。ですよね。絶対みんな透明になりましたよね。京都から来てるんであれですけど悪くは言えません。じゃあ歌に専念します。歌えた。
ミュージック。このリオペラ座に変わる。オペラ座の怪人って知ってます？夜明け間近の俺、劇団四季の最近だからね。劇団四季ですか？嘘に決まってんだね。Nah, don't give up on me.